なんでそんなびっくりした顔をするの？え？お邪魔します。一緒に来た子たちも上がっていい？黄金のリンゴもいい？だよね。ごめんね、黄金のリンゴ。ここで待ってて。空がいいよ。うん、今日の空も普通だよ。三つの太陽がいつも通り熱気球に吊るされて空に昇っていった。今日は隊長にノストラダムス氏の予言を聞かせに来たの。ねえ、ノストラダムス氏、隊長にあなたの予言を聞かせてあげて。そういうこと。隊長はどう思う？安息の日、上界が再び空から降臨せん。主は盤を翻し、駒を傷だらけにさせん。私の理解が正しければ、これって世界の終わりの予言だよね。隊長、世界の終わりなんてきっと私の妄想に過ぎないよね。じゃあどうすればいいの、隊長。世界の終わりだったら私たちお別れになるかもしれないんでしょ。私まだ妄想癖が治ってないから、何が現実で何が妄想かがわからない。世界が本当に滅びるかもわからないから、悲しむべきかさえわからない。でも私知ってるよ。この世界で体調は真実なの。だから体調だけは失いたくない。約束だよ。